ちょこんにちは。はい。さあ、今年もやってまいりました。どこよりも早いシリーズ。ああ、正月気分が抜けないね。もう全然抜けません。本当だな。はい、本当に。で、何？でね、あ、どこよりも早いといえば豊さん。はい。まあ、早いといえば豊さん。まあ、そうだな。いろいろ遅い部分もあるけどね。ねとともに、はい。ですが、今日のどこよりも早いシリーズは、はい、どこよりも早い2023年開幕オーダー発表、はい、まあこれまともになっちゃうんだよ。あ、いいですよ。いいか。いいです。開幕投手も含めてやるけども、はい、まともになっちゃうぞ。はい、もういいです、もういいですよ。順当にというところで、まあまあそうだな。これ去年も企画としてやりまして、はい、大変好評いただきまして、あ、そう、大変回りまして、はいはい、今年も回していこうということですね。よっしゃ、行くよ、もうね、景気よく、はい、ね、行きましょう。行きましょう。はい、で、セッパー、はい、1チームずつをワン動画にしておりますので、はい、では、ここにですね、くじ引きで、いいですね、新年早々、なんか、入ってんだよ、ここは入ってんだよね。入ってます、セリーグで。で、俺がどっちを引くんだ、セリーグか。セリーグ引いてください、左側です。はい、私、右側の。で、森内がパリーグを引いて、それをペアリングして、やっていくというね。これ、いい組み合わせだと、いいですよ。いや、もったいないかもから、もう、ちょっとここら辺で、ちょっと微妙な調整して、ずらすかもからない。そんなことはしない。そんなことはしない。そんなことはしないですよ。大盤振る舞い。はい。じゃあ、豊さん、まずセリーグ引いてください。はい、どうぞ。結構低いね。そうです、そうです。6番しか書いてないんで、はい。はい、セリーグ、まずは巨人。おー、言ったさ、なんか幸先。あ、なんで？いや、違う。お前怒られるぞ、他の球団。私止めました。幸先でと思いました。はい。本当ですか。でも聞いた瞬間、豊さんも、おーって言いますよね。あ、巨人だっていう感覚。巨人だっていう感覚ですね。わかりました。じゃあ、パリーグいきますよ。はい、パリーグは、セーブ。おー、いいじゃないですか。黄金時代のこの2強。そうだね。はい。じゃあやっていきましょう。やっていきましょうか、ね、はい、はいはい、ではまずセリーグの巨人から。巨人ね、考え抜きましたよ。抜いた。もうね、あの外国人はいなくなった選手も多いですし、入ってきた選手も多いですし、うん、そうだな、はいはい、巨人。じゃあいきましょう。まずはよく聞いとけ。はい、ね、会話の僕の気持ちでいくからね。誰が最初に。ピッチャー、キャッチャーで。いやいや、打順でいく。打順でいきましょう、はい、いや打順でいくし、この打順が全試合続ければ君たちは優勝できると、うん、もう宣言ですね、うん、ただ他の選手もやっぱりね、レギュラーを追随するように、はい、で、アンカンと捨てられないように頑張るように。そうです ね。ということで、じゃあまず最初誰の名前が呼ばれるのか、はい、1番センター。センターブリンソン。ブリンソン選手、はい、うん、これはやっぱね、夢がパンチあるよ。そう、攻守、はい、はい、揃ってます。はい、2番、はい、ショート坂本。ショートなんですね、やっぱりね。ショート、はい、まだコンバートはね、あと1年頑張ってくれということで、はい、で3番、はい、ライト丸。コンバートですね。コンバートライトにね、はい、はい、行ってくれと。あの名手の要とか言って、はい、センターのあのフェンスに書いてあるんだけど、はい、そこでよく丸取るんだけど、はい、ね、取った瞬間に名手の要とか見えるんだけど、まあそれは見えない。今シーズンは違いますよということです。4番。さあ4番です。ファースト中田翔。岡本選手ではない。いや、もう最初はもう刺激を入れる。おー、気持ちの中では4番なんだけど、はい、ね、誰もが納得する4番になると、はい、5番で成績上げると、あ、もう言っちゃったけどね。あ、もう言っちゃった。いや、言っちゃったけど、まあ、中田翔と、はい、ね、巨人を強くするためにお前が4番打ってくれと、はい、そしたら岡本が強くなる、うん、ね、岡本が4番に座って中田翔が5番に追いやられるようなことだけはするな、はい、ここで競い合ってくれと。なるほど、ね、中田翔、はい、ね、5番サード岡本、はい、ここはもうバチバチに戦って、ね、もうお前頑張ると、はい、ね、真の4番になると、はい、ね、村上を追っかけろと。うん、ね、6番、はい、キャッチャー大城、はい、順当ですね。まあ、ここら辺はね、うん、右が続いたりだとか左が続くっていうのは、まあ、原監督のまあ感情も入れて、はい、原監督っていうのはこうある程度ジグザグが好きなんだよね、はい、まあ、だけどジグザグにはちょっとならないということで、うん、まあ、ここら辺で、まあ、7番が右だから、はい、だからちょっと大城をね6番で入れたと、うん、はい、で7番、レフト、ウォーカー。残りただ唯一残った外国人選手です、うん、成長力にかけるというね、うん、はい、まあ、昨年の WBC の与座からホームランを打った変則のね、はい、うん、まあ、成長の後も見えるし、うん、まあ、7番レフトウォーカー、はい、ね、でラスト、はい、8番吉川、まあ、セカンド、はい、鉄板ですね、ね、
このメンバーでね、はい、なかなか上位っていうのは難しいよ。まあ一番的には一番なんだけどもさ、はい、ブリンソン、はい、これがやっぱり一番で機能したら、はい、やっぱホームランも足も、うん、まあ、3拍子揃ってるという、はい、ね、その吉川は、まあ、たまに劇的なホームランも打ったりとかもするんだけども、はい、やっぱ安定的にこうパンチ力があって、うん、まあ、相手から嫌がられる一番はブリンソン。だから一番ブリンソン選手が豊さんの中でも、まあ、キーというか、うん、そこがボンといってくれる、まあ、ハマってくれればね、はい、まあいいなという。そうですね。さあそしてはい、ピッチャーいるか、いきましょう、かぶせろはい、いくぞ、はい、ほぼ菅野投手ではない。ここはもう言ってこう、まあ、もう10勝したし2桁したし初じゃないですか、ね、気持ちの中ではまだ、はい、ね、菅野なんだ、はい、でもここでやっぱ流れを変えたい。うん、で戸郷っていうのは若手の、まあ、一番の出世頭だよね、はい、それに今年は若手も追っかけるという形を作りたいがために、うん、はい、まあ、戸郷お前開幕行ってみろと。おで菅野、はい、気持ちではそうだけど、うん、ね、負けんなと、はい、追っかけて来年また開幕取ってみろと。あそのぐらいの活躍を期待すると。原監督が叱咤激励も、まあまあそうだね、まあ、それは言わないかもわからないけども、はい、俺はなんかそういう気持ちを持って開幕オーダーを作った、うん、おー、ね、巨人の開幕オーダー、はい、で揃いました、はい、さあ続いてパ・リーグ西武です。西武は、ね、まあ、新監督、そうですよ、ね、松井稼頭、はい、ね、そしてキーとなるのが森選手が抜けてるので、そうだ、さあどうなってくるのか開幕オーダーというところでございますが、はい、オーダー組みにくい、なぜ、ちょっと弱い、やっぱ森がいないとっていうような感じがするし、はい、まあ、おかわり君、栗山がある程度の年齢になっちゃったからさ、そうです、ね、これ選抜でっていうのがね、なかなかね、はい、まあ、難しいかもわからないけども、はい、あ、1番、1番ショート源田、源田選手、はい、あ、これは1番、まあ、2番の方がいいかなと思ったんだけど、まあ、思い出、はい、やっぱ自分もショートを守って一番を打ち続けたという松井稼頭のなんか思い入れが源田に入ってるような一番だと思うんだよ。なるほど、行ってこいと源田、はい、ね、お前がチームを引っ張れと、うん、ね、何年契約したんだって、ね、お前が行けみたいなやれっていうことですね、はい、はい、じゃあ2番は、2番、はい、レフト、はい、若林、まあ、近年怪我がしてもう復活しろよって、はい、もともとしてたらすぐクビになるぞって、はい、ね、うん、1年間、まあ、怪我がな、そうです、ね、あのまま行ってたらどんな選手になってたかって楽しみだったんだけども、はい、まあ、昨年、はい、ちょっと復活っていうか復帰したけどもね、はい、まあ、それはそんなにいい選手が残せなかった、うん、今年やれよお前って、うん、ね、もう一回足やってみろみたいな、もう叱咤激励ですね、この 1,2 番に。そうだ、そして注目の3番です、はい、誰なんだと、はい、3番サード、はい、マキノン、マキノン選手、新しい選手です。まあもう一発からもうかける、はい、ね、やってくれと。おね、うん、まあ昨シーズン 3A で3割1分8厘、はい、15本塁打ということで、はい、3A で打ってるんですよね、まあ、ここら辺まだオープン戦見てないからね、まあ、そうですね、キャンプとかオープン戦見てないからわからないけども、はい、まあでも言ってくれと。そうですね、はい、気持ちも込めて3番には牧野選手が入りました。はい、はい、4番、はい、ファースト、はい、山川、もう鉄板です、これは鉄板だよね、はい、鉄板中の鉄板、はい、ね、うん、頑張れ、うん、ね、で6番、5番、あ、5番だ5番、はい、DH、はい、おかわり、あ、中村、中村選手頑張ってくれ、そうですね、森が抜けた、頑張る、もう託しますよ、 ね、託す託す、まあでもまだ春先余力があるだろうからやってくれると思うよ、はい、疲れた時に休ませるから、そうですね、まあ、とにかく疲れるまではちょっと頑張ると、はい、ね、で6番、6番、セカンド殿崎、はい、殿崎選手、ね、殿崎が1番に入った時っていうのは勝率も良かったんだけどさ、はい、まあ、だけどやっぱ6番でね、打点を稼ぐようにしてくれると、打点の期待したいと、今年は、ね、はい、ね、はい、7番、はい、ライト、アイト、アイト選手、はい、ライト、アイト、うん、まあ、アイト、インフン出ていいですよ、そうか、はい、ラプテインインフン踏まなきゃいけないらしいな、もちろんです、そうだな、はい、難しいな、まあ、そうですね、はい、アイト選手、ね、昨年よく頑張った、うん、ね、打撃にも工夫が見えた、ね、頑張れと、はい、ね、で8番、はい、キャッチャー、 お前頑張れよ、古賀、もう森選手がいなくなったので、そうだな、
まあ昨年もね少し経験をさせてもらって、うん、まあ一本立ちをしろと、はい、ね、キャッチャーというポジション大変だろうけども、うん、ね、大学の先輩には阿部慎之助というね、はい、キャッチャーでは偉大な先輩がいるし、うん、ね、大学の名に恥じることなく、はい、頑張ると。お、新年早々すごいですね。なんか急にちょっと熱いな。どうしたの？ちょっと酒が残ってるのかな。いや、そうですね、はい、さあそして、はい、9番ラスト、はい、ね、センター金子、はい、ね、うん、はい、何、いや文句ある、いや文句ない、文句ないです、まあ、金子選手、そこ金子ももうやらないとダメだぞと、はい、ね、うん、はい、ひとこさん、はい、オーダーにドラ1の蛭間選手が入ってない。蛭間、はい、はい、ダメ。いや聞きたいです、私が。ダメ、いや、ダメではないけど、はい、注目でセーブ引き当てたんですよ、蛭間選手。ダメではないけど、ダメではないけど、うん、昼間、まあ、使うか、まあ、金子に変えてもいいよ。あ、だポジションをこう触りながらね、はい、若林がセンター行ってレフトに昼間、うん、あ、を使ってもいいけども、うん、開幕投手だろ相手が、はい、開幕だからここで下手打つよりは、はい、ちょっと揉んで使っていった方がいいかなと思うんだよね。いきなり、まあ一生に一度だからな、ルーキーの開幕って、まあそうですね、スタメンって、うん、そうやって阿部慎之助は開幕スタメンを掴んだんだ、はい、原監督が長嶋監督にそういう話をした、うん、ね、人生において、うん、ルーキーの開幕っていうのは一生に一度だと、はい、で慎之助を大きく育てるんだったらそこを経験させてやりたいと、はい、言ったら長嶋監督が、よし分かった、お前がそう言うんだったら慎之助で行こうってが決まったんだよ、はい、だからまあそれに匹敵するかもわからないけども、俺は少し揉んだ時に使ってやった方がいいかなと思って。ああ、なるほど。最初ドカーンとなんか変なことやるとそもう一生逆に大引くというか、はい、そうですね、まあ昼間もいいけどね、はい、昼間もいいけど、まあここはまあ金子で、はい、で金子が打てなかったら代打で、はい、ね、そっから守備という、うん、まあ、その時はもうゲームが動いてるからね、まあ、昼間もいい選手かな。そうなんですよね。でもただそこはやっぱり金子選手でいくかなっていう、まあ、キャンプ終わりにね、はい、もう一度やるから心配しなくても。そうです、そうです、いつものことですからね。そう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 、この動画では、ね、はい、はい、そして先発は高橋光蘭、まあ、そうでしょうね、行ってこいと、はい、ね、うん、メジャーに旅立つためにも、ね、はい、開幕取ってこいと。なんかメジャー行く気満々みたいなんですよね。メジャーの中でもでかい方だと思う、体。あ、そうなんですか。まあ、でかいね、高橋光蘭は。あ、そうなんですね。もう年々ブク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 でかくなってくるからメジャー級になってきてますね。メジャー級になってくるから、まあね、はい、まあ、そういうオーダーを組みましたけど、はい、ね、皆さんはどうでしょうか、うん、そうですね、コメント欄に皆さんの、ね、まあ、今回の動画であれば、巨人と西武の開幕オーダー、はい、そうです、をぜひちょっと書き込んでみてください、はい、さあ次は一体どこの2チームになるのか。抽選です、抽選です、はい、そうです。そして豊さん、はい、まあ、新年早々、はい、チャンネル登録も言っときましょうか。チャンネル登録もしてくださいよ、本当に、ね、本当によろしくお願いしますよ、本当、ね、そして、ね、あのいいねボタンも、もう、ま、それがもう心の支えになってるから、ね、そうなんです、そうなんです、はい、2023年もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。